それでも僕は祈ったよ。あの戦場でこの世から永久に武器がなくなることを、戦争のない平和な世界が実現することを。でもそんなことは無理なんだ。海馬郷三郎のような人間は世界中のどこにでもいる。今までも、そしてこれからもね。武器はなくならない。人間は戦争をやめない。